林正十郎明治二十九年は、幕末の幕臣、軍事学者、翻訳家。旧姓、菊池、文久元年に、母方の姓、林や名乗り、名も、金継ぎと改める。摂津国西成郡中島神殿の豪能、菊池秋葉の三男として生まれる。天保十一年頃、大阪の商家上神に奉公に出て、後にその商家へ向こう入りし、か目を儲けるが、 商品の運搬船がナンパ市番島に、売上金を盗まればおつらく。家営4年頃に祭祀を残して、江戸へ向かう。安政2年、江戸の市川正蔵、村上秀俊の下でフランス語を学び、高島周藩と交際し、閉学を学び、閉学賞を渡る寮をする。文久元年には、番所調べ書の仏学教授手伝いに就任。その傍ら本郷の付け木棚で私塾を開く。 安政五年、再婚。長男、三次郎が生まれる。慶応年間には、フランス兵学に精通した権威であり、徳川幕府が、フランス軍事顧問団を招くと、規則書の翻訳を任された。慶応二年には、改正書教授職並み県陸,陸軍書三平五用に、任せられた。神田公平、青州などが林の家に下宿していた。母親戦争時には、 西洋式兵学の知識を買われ、合図藩の援軍として参戦。小酎製造などを扱う。合図にて戦士とされていたが生き延び、明治3年に釈放される。同年6月、一橋家の推薦で、尾張名古屋汎用学校の仏語教師となり、フランス人ムーリエから漢学を習ったとしている。同塾は、明治15年まで続いた。明治9年には、 アザブリュード町の伊達屋下屋敷を購入し、数万坪の菜園を経営し、成功する。19室もある大邸宅を建て、離職を図って、晩年は財産家として過ごした。息子の林健造は弁護士から衆議院議員となった。日本の監修や仏教信仰などを一切否定して、当時のマスコミを大いに沸かせた。明治29年、死去。去年73。 ありがとうございます。